松島図屏風は、著名な以下の二つの屏風画で用いられている名称。俵屋総達の筆となる屏風画。一、を模して、小形光林が描いた屏風画。両者は、関係が深いため、各々について一家に記述する。俵屋総達室、松島図屏風松島図屏風,松島図屏風は、俵屋総達の筆となる屏風画。六曲一層、資本金止着色、フリーア美術館像。 総達の代表作の一つだが、明治時代後半にアメリカに輸出され、1960年代まであまり存在を知られていなかった。日本に残っていれば間違いなく、国宝に指定されていただろうと言われる作品である。松島図屏風と呼ばれるが、日本三景の松島を描いた作品ではない。かつては荒磯屏風と呼ばれていたことが分かっており、 大阪の住吉付近の海岸を描いたものと見られている。堺の豪商であった谷正康が、その後、少なくとも1902年までは、昭雲寺にあったことがわかっている。激しく波打つ、黄金色の海が印象的な作品で、荒れる海をダイナミックに描いた作品である。小型降臨室、松島図、小型降臨の描いた松島図屏風は、宗達が描いたものを模したものであり。 コーリンは少なくとも4回描いている。現在ボストン美術館にあるものが有名で、これはアーネスト・フェノ・ロサが買い求めたものである。これを含めたコーリンの作品が海外に渡ることにより、コーリンが世界的に高い評価を得ることにつながった。コーリンの松島図屏風は模したものでありながら、草達のものとは構図がかなり異なる。これはコーリンが草達に習いつつも、 降臨独自の感覚を取り入れたものであることを示している。上述の通り、相達の画は本来、荒磯屏風と呼ばれており、松島図屏風ではなかった。松島図屏風と呼ばれるようになったのは、堺法一の影響である。法一は、降臨に脂肪し、降臨の画を広く世に知らしめた人物であるが、相達と降臨の関係については詳しくなく、 現在では有名な総達の風神大神図の存在を知らなかったと言われている。そのため、光輪の模写した画を勘違いしたか、あるいは、松と島の図ということからか、松島図屏風と呼んだと言われる。これで光輪の画については、松島図屏風の名が定着したが、さらにその手本である総達の画も、いつの間にか、松島図屏風と呼ばれるようになった、と考えられている。法逸は、 松島図屏風にはあまり関心を示さなかったと見られ、風神雷神図で行ったような光輪の画の模写は行っていない。これは松島図屏風を松島の画と勘違いし、画題に面白みがないと感じたためという説がある。ありがとうございます。